皆さんこんにちは、染谷俊之です。21人切りインタビュー、今回のゲストは石井智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。我々ね、大地さんから一緒にこうやらせていただいてるんですけども、はい、じゃあまずこうお互いのね、第一印象とか。なるほど、はい、おう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 、話し合っちゃいますか。はい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 。じゃあぶっちゃけ僕のこと第一印象どう思ってました？目がでかいなーって。石井さんも大きいじゃないですか。いやいやいや、これはもう毎回言ってこうかなと思って。最初つかりにね。なるほど、はい、いやけどなんだろうね、いやもうかっこいいと思った。いやいやいや、とんでもないです。いやいやいや、だって、はい、もうずるいもん。いや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 、どうした？いやいやいや、ちょっとなんかどうしたの？どうしたの？どうしたらそんな顔なの？いや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 、あのなんていう、普通の顔というか。普通の顔、いやいやいや、そんなことないよ。はい、すごいさ、はい、なんか綺麗な顔してんなと思って。第一印象です。第一印象、ほんとそう。でもそれはすごく嬉しいですね。うん、はい、どんなイメージ持った第一印象？いや、僕なんか、この業界に入ったの、石井さんが出られていた、うん、ね、ドラマを見て、僕、すごく、興味を持ってこの業界に入らせてもらったんですよ。うん、その方が今目の前にいるっていう印象でしたね。はい、初めて会ったのは顔合わせの時だったんですけども、うん、がっつり関わったのって稽古場だったじゃないですか。稽古場だよね。うん、いやいや覚えてる。それすごい、はい、テレビで見たことある人が目の前にいるっていう。すごい、もう尊敬してた方に会えたと思って。そっか、じゃあ染ちゃんは言うなれば、まあ、僕に憧れて業界に入ったんですけど、解釈でよろしいでしょうか。そうですね、言うなればね。言うなれば、まあ、若干ちょっと芝居のテスト似てるもんね。あるよね。だんだん顔も似てくるよ。そうですね、うん、もう今ちょっとだんだん目が似てきてるから、はい、そういうところあるよ。じゃあこれから尊敬されしてる人はって、じゃあ石井智也さんですって1個出るようにします。それは本当にお願いよ。聞きましたよね。それは本当に尊敬する相手は石井智也です、はい、大変お世話になっておりますと、はい、それを伝えてもらえれば。わかりました。すごい大変助かるので、よろしくお願いします。先輩からの圧が先輩から。いや、そうやって買おうよ、もう。してよ。だってもう我々ね、一緒に八丈島行ってる中で、ね、行ってるね、うん、はい、八丈島行きましたね。そうだよ。今そっちから投げられてるの。フラッシュバックは八丈島行った思い出行ってるよ。だからもううちらは結構長いんだよ、もう。いや長いですね、そう考えると。毎年やってるんだけど、毎年なんだけど密度が濃いんだよ。いや、そうですよね、2年ぐらいの。もうそうだよ、だけどね、もう濃すぎてね、はい、そなんかさっき、はい、ご無沙汰してましたけど、はい、そんなご無沙汰じゃないからね。あ、そうですね、確かに。7月に会ってますね。そうそう、だからまだ1ヶ月経ってるから。そうか、経ってないぐらいとか、そんなさ、はい、だから全然密度が濃いからね、はい、そうですね、うん、でもやっぱこの、なんつうんでしょうね、このもっと歴史を深く知りたくなるシリーズって、うん、もうキャストとスタッフがみんな仲いいじゃないですか。まあそうだね、近いよね、はい、だから久しぶりに会ったら、なんか僕、わ、帰ってきたな、ホームだなって感じするんですけど。なるほど、はい。あ、ちなみに今回僕第3弾で、なんとついに座長をやらせていただくことになります。ありがとうございます。嬉しい。いやいやいや、はい、もう、じゃあ大丈夫ですよ。いや、安心感がね、もうね。アドバイスをちょっといただけたらなと思うんですけど。アドバイス？はい。いやいや、だってそのままでいてくれればいいんじゃないの。だってこのままでですか。このままでいいでしょう、はい、だって人徳があるんだもん。いや、人徳ないですよ。ないないない、人徳があるんだもん。いやいや、だからといって今までのね、二人が人徳がないとか、そういうことじゃない。僕そこまで言って、逆に僕じゃないよ。いや、うちね、やっぱりちょっと細だけはちょっとなーって思ったけど、つらいかなーって思ったけど。なんでですか。けど全然頑張ってくれてましたね。けどな、今までさ、はい、そのやっぱりその長く続けてきたってことに、やっぱそういうのは意味があると思うし、はい、それをやっぱ 3つ経験してくるっていう中でさ、はい、座長だし、はい、もうこちらとしてはすごく安心感があるなって思うし、染ちゃんだよかった、染ちゃんなんだよかったな、いいなって、はい、思うから。あ、いや、でもそれすごく嬉しいですね。もう石井さんみたいな先輩いるとか、もう座組に一人いるとすごい安心感があって。いや、もうそれはけど、みんながそうだよね、うん、この現場というかさ、はい、なんか染ちゃん、なんだろう、染ちゃんも結構役にガッと入るじゃん、はい、自分が、ま、楽屋だったりとかさ、はい、EX シアターの廊下でとかさ、はい、なんか歩き方がずっと忍者だったりとかしたじゃん。あ、してましたね、はい、切り隠れ採蔵の階段の歩き方ってさ、はい、EX シアターのね、階段の楽屋からね、はい、ステージまで行く階段を歩くと、タカ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 タって歩いて、もう忍者の走り方してるねって言ったら、はい、すっげえ本番前に入ってるんだけど、ソミちゃんが、そうなんです、親が忍者なんで、毎回の下りをちょっとやってくれるっていう、はい、父が忍者なので、父が忍者なんで、はい、やらせていただいてました。はい、そんな石井
ちゃうんですけれども、もう距離感距離感もう同じ、いよいよ今回浮橋という役で、はい、なんと石井ちゃんが忍者の役です。そうなのよ、だから逆にアドバイスしてほしいんだよ。いやいやいや、ちょっと原作を読まさせてもらって、はい、ものすごく動けるし、はい、あのキャラクターもすごくわかる、あいいな、うん、ほっこりするような部分もあったりとか、はい、なんとなくちょっと自分とリンクするような部分もあったりするなって思うんだけど、はい、結構飛んでるよね。だってすごい馬より速いよ。いやそうなんですよ、走るのが馬より速いっていう描写があったり、そう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 、なんなら原作でひょっとして一番戦ってるかもしれない、ね、そう戦ってるね、はい、うん、それを本当アドバイスください。いやでも確かに今回は新しい石井さんのこう一面が見れるかもしれないですね。でしょ、だから挑戦なんだよ、挑戦毎回。あ、ちなみに本当にあれなんですけども、うんうん、盾の経験ってごめんなさいあるんですか。いやほとんどない。はあ、今までその時代劇は何度かやらせてもらったことはあるけど、はい、あのまあ本当にあの殿様に後ろの方に控えて荷物を持ってたりとか戦っても本当にみんなの中でわーってやって去るみたいなぐらいしかないから、はい、もう全然もうどう動いていいかもわからないし、確かにこう石井さんに忍びの役をキャスティングするってなかなかの、そうだよ、はい、なんか間違えたのかな。いや違う、でも本当にあの原作読んだ時に浮き足してうわもう石井さんぴったりだなと思って。待ってこれドッキリじゃないよね。ちょっと結構壮大なドッキリかもしれないです。ブログとかでツイッターとかで結構宣伝しちゃったんだ。大丈夫、それも踏まえてドッキリかもしれないですね。いやもういや、はい、うん、だったらずっと騙しててほしい。僕も今回の剣豪という役できっとね、うん、盾が多いと思うんですけれども、いやすごいよね。だから一緒にこう盾のね練習をしないと ね、 そうですね、ちょっとだからもうそれに尽きるなっていうかさ、そうですね、剣の技というかさ、はい、ものがさもう見えないわけじゃん、はい、すごい。ちょっとこれどうしよう。いやもう朝練でしょ。朝練ですよ。朝練でしょ。ダメだ、あのこのうちらの先が見えない。見えなすぎる。どうしよう、石井さんがどんどん痩せてっちゃったらどうしようっていう心配してます。あのね、その恐れはあるかもしれないけど、はい、これはちょっとね、忍びのパワーでね、ちょっとね、はい、いろいろパッとというと、というと分身の術。原作にもない術を使ってきますか。それはもうオリジナリティ出していかないとさ。あ、オリジナル、舞台ならではの、ならではのちょっと太って見せるっていう芝居っていうかね。あ、うん、それも忍法だから。あ、可能なんですかそれは。普段忍法使ってるでしょ。僕もまあ割と割と切り学でやってたからさ。そうですね、割ともう使わせていただいて。そうだよ、もう自分も忍法使ってるから、外で、あ、石井智也だって言われることほとんどない。隠れ身の術使ってるから。あ、隠れ身の術を、うん、ごめん、一回泣くわ。そういう忍法はやってたんだ。なるほど。いやいやいや、大丈夫、やりにくい。いやいやいや。これも忍法だから。あ、これも忍法だから。さすがです、ごめん、もうちょっと入っちゃってるからさ。あ、うん、役者としてそういうところあるから、はい、じゃあ最後に、はい、あのカメラに向かって、はい、意気込みの方よろしくお願いいたします。はい、今回も新たな挑戦は待ってます。僕人生初の忍者役ということで、これから忍んで忍んで忍びまくって、そしてよしてるである染ちゃんを常にサポートして生きていきたいと思います。わ、頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、ということで、はい、なんかこういう対談形式ちょっと珍しかったですね。珍しいね。なんか稽古場でなんかだべってるだけだったけどね。そうです。あ、でもね、うん、俺は結構真面目な話とかもするんですよね。いや、まあ、結構するよ。あのね、すごく熱い男っていう、ね、イメージはあるから。ありがとうございます、ね、ぴったりだと思いますよ、はい、してる。いや、ありがとうございます。なんかそんな、なんか2人でね、はい、ちょっと盛り上げていけたらなって。もちろん、はい、今回の対談してまたさらにこう頼りになる先輩だなって改めて思いました。いやいや、本当に、はい、もうそういうことを本当に外でいっぱい言ってほしい。はい、尊敬する俳優は石井智也さんです。聞いた、聞いた、みんな聞いた。いや、全然そんな、いいよ、全然そういうのやめて。はい、やめます。でもありがとう。はい、ということで今回のゲストは石井智也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。石井智也、討ち取ったり。